はい、皆さんこんにちは、亀の形です。はい、今回ですね、こちらです。文具のサブスクプレミアム。はい、とですね、まあ、今回もやってまいりました文具のサブスクのプレミアムになります。で、この動画を収録しているのが2023年の8月の中頃なんですけど、最近ちょっと自分ですね、喉の調子が悪くてですね、はい、まあ、急に詰まったりとか、あとは枯れたりとか裏返ったりとかするかもしれないんですけど、まあ、その辺ご了承いただけると嬉しいなと思います。まあ、日に日に良くはなってきているものの、いかんせんちょっとこんな状態だったりもするんで、はい、まあ、今回はですね、まあ、無理しない範囲でリハビリで動画の方を収録したいなと思います。はい、とですね、まあ、今回ですね、まあ、皆さんに紹介するやつなんですけど、2023年の7月号になります。まあ、実はですね、すでに8月号届いている状態で、まあ、それもですね、解禁は OK だよというふうな感じに、まあ、なってる今日この頃なんで、まあ、ちょっとこれ完全全開なんでね、まあ、今更感が、ね、ある感じなんですけど、まあ、この文具のサブスクプレミアムなんですけどね、まあ、ちょっと条件付きの毎月という感じになってるんですよね。実は今回ね、紹介するやつ、これ春の時にですね、はい、申し込みがあったやつで、まあ、次回ですね、まあ、募集があるのが秋なんですよね。なんでまだ時間がたっぷりあったりするんで、ぜひ今回の動画ですね、皆さんどうしようかなって悩まれてる方、参考にしていただけると嬉しいなと思います。はい、どうですね、まあ、いろんな方がいらっしゃいますけど、今回の動画もぜひ皆さん最後まで楽しくご覧いただいて、最後にいいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、とですね、まあ、先ほども言ったように、まあ、今回はですね、まあ、2023年の7月号ということでね、まあ、前回になるんですけど、まあ、それの紹介の方をしていきたいなと思います。まあ、今回もこんな感じで、まあ、白い箱で、まあ、届いた感じで、ここのところにね、まあ、割れ物注意のやつがね、はい、まあ、こんな感じでついている感じはね、まあ、慎重にそーっと出したような感じになってます。はい、で、あとはですね、まあ、ここのところに、まあ、住所氏名、まあ、書いてあったんで、まあ、それをめくってですね、はい、まあ、中身が、まあ、無事かな程度に、まあ、見た感じなんですけど、今回ですね、中のところにですね、はい、まあ、ちょっとこれごめんなさい、紹介しようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと自分の名前とかがね、もう入っちゃってるんで、まあ、ごめんなさいね、まあ、そこ隠しながら、まあ、出してもよかったんですけど、まあ、ちょっとそれ置いておくことにしました。はい、まあ、そんな感じですね、まあ、中身の方ね、まあ、詳しくはですね、まあ、見てない感じなんで、まあ、今回が実質の開封動画になります。まあ、ぜひですね、文具好きのリアルな反応とかもね、今回皆さん楽しんでいただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、まあ、初めての方もね、まあ、いらっしゃるかもしれないんでね、まず最初ですね、まあ、この文具のサブスクプレミアムについて、まあ、紹介の方したいなと思います。まあ、このプレミアムの動画何回か今まで上げてるんですけど、まあ、それをご覧の方はまあそこの部分飛ばしていただいても構わないです。で、その次なんですけどね、いよいよ中身、はい、まあ、オープンの方していきたいなと思います。はい、ということでね、じゃあまずはですね、まあ、箱の方を手前に置いておいてですね、じゃあこの文具のサブスクプレミアムについて、まあ、ちょっと紹介していきたいなと思います。はい、まあ、サブスク皆さんご存知ですかね。はい、もう何かされてるよという方いらっしゃるかもですし、もう最近結構サブスクって割と言ったりとかもするんでね、もうご存知の方いらっしゃるかもなんですけど、これがですね、サブスクリプションの略になります。はい、まあ、結構動画とか最近あったりとかもして、まあ、それに加入してるよって方もまあいらっしゃるかもなんですけど、はい、まあ、料金を支払うことによって、まあ、ある一定の期間サービスを受けられるというふうな、まあ、そんな感じの形態なんですよね。はい、まあ、その間隔が、まあ、週だったりとか、あとは月だったりとか、あとはまあ半年だったり、まあ、1年だったりとか、まあ、いろいろあるかもなんですけど、この文具のサブスク、あとはまあ文具のサブスクプレミアムに関しては、まあ、毎月というような感じになってます。で、特にこの文具のサブスクプレミアムに関しては、まあ、条件付き の毎月というふうな、まあ、そんな感じになってます。まあ、その毎月毎月、まあ、文具のプロがセレクトされた文具が届くよというような、まあ、そんな感じになってます。じゃあその文具のプロの方、どんな方になるかというと、まあ、こちらの方になります。じゃーん、はい、まあ、この方が、まあ、代表ですね。まあ、他にも、まあ、されてる方もいらっしゃるんですけど、まあ、責任者という感じで、はい、まあ、この方なんですけど、皆さんこの方ご存知でしょうか。はい、まあ、道着をね、まあ、着たこんなビジュアルなんですけど、最近はですね、まあ、この文具のサブスクが始まったこともあって、割と文具のサブスク T シャツを着られて、まあ、いろんなところで登場されることが多いんですけど、はい、この方、文具堂師範代さんになります。はい、まあ、結構ね、まあ、大きいイベント、まあ、例えばこれ、文子メッセの2022年なんですけどね、まあ、こちらですね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、ステージにね、まあ、立たれたりもしてます。これ左の方なんですよね。でですね、まあ、これが2022年で、2023年がついこの間、まあ、ちょっとあった感じなんですけど、まあ、その時にですね、自分は一緒に写真も撮りました。はい、それがこちらになります。
じゃあ、はい、まあ、先ほどのあの2人です。まあ、左の方はあの石津さんになるんですよね。はい、あの右側の方がですね、あの白大さんなんですけど、まあ、一緒にあのこんな感じで記念写真とか、まあ、撮ったりもしました。はい、まあ、他にもですね、まあ、いろいろとですね、まあ、楽しかったりもしたんで、まあ、ちょっとその写真、あの、まとめられてないんですけど、まあ、ちょっとあの、まあ、まとめられたら動画とかで皆さんにも紹介したいなと思います。まあ、ちょっと戦利品とかもね、あったりとかもするんでね、まあ、その辺もまとめて紹介の方したいなと思います。はい、ということでね、まあ、いつもですね、まあ、文具のサブスク、まあ、こんな感じのサムネでやってます。まあ、ここのところ、まあ、これ、例えば第2号なんですけど、まあ、ここのところがもうずーっと今カウントアップしてってて、まあ、2023年に突入してるよという感じになってます。で、箱に関してなんですけどね、まあ、この文具のサブスク、まあ、通常のやつは、まあ、こんな感じで、まあ、最近は落ち着いてます。はい。まあ、あの、違う時も最初の方はあったんですけども、最近はずっとこんな感じですね。はい。まあ、あの、横長のこんな感じの、あの、薄い感じの、箱に入って、まあ、届いてる感じなんですけど、まあ、文具のサブスクプレミアムに関しては、まあ、初回からまあこんな感じの白い箱で届いてるよというような感じになってます。ですね、この文具のね、あのサブスク、はい、まあ、ちょっとですね、まあ、これ出したいなと思うんですけど、これがですね、まあ、最初、まあ、文具のサブスクってベースで最初開始になったんですよね。で、まあ、こんな感じの価格帯でした。まあ、これがですね、まあ、このあたりがまあ変わりまして、まあ、これちょっと後でまた、わかりやすいようにまとめるんですけど、はい、まあ、3500円で、まあ、独自サイトで、まあ、基本、今やってる感じになります。まあ、この独自サイト、まあ、どこになるかというとですね、はい、まあ、こんな感じのサイトになります。まあ、上の申し込みはこちらのところから、はい、まあ、ここのところでメールアドレス確実に届くやつを入れていただいて、ですね、あとはお支払い方法なんですけどね、これクレジットカードじゃなくて、個人的にペイパルの方をお勧めしたいなと思います。クレジットカードは、有効期限がね、まあ、あったりとかもするんですけど、はい、まあ、その有効期限ギリギリの時どうなるのかっていうのが、はい、まあ、これちょっと心配な方いらっしゃると思うんで、まあ、そういう時にですね、まあ、ペイパル、まあ、そこのところのアカウントに、クレジットカードを紐付けておくとですね、まあ、そのカードが切れそうな時に、まあ、切り替えが裏でできてですね、まあ、ずっと安心して継続していくことができるんで、まあ、個人的には、まあ、ペイパルお勧めしたいなと思います。ただし、このね、ペイパルが今現状この独自サイトなんですけど、まあ、ちょっとこの窓口をもっと広げたいというまあ意図もあってですね、まあ、最近ちょっとベースでやろうかなとか、なんかいろいろちょっとこの辺も考えられてるところなんですけど、はい、まあ、まあその辺はですね、ちょっと後でまとめたいなと思います。ですね、まあ、この文具のサブスクがまあ非常に好評だったんでね、じゃあそのね、ちょっとね、リッチなバージョンですね。はい、まあ、文具のサブスクプレミアムをちょっと始めてみようということなんですけど、はい、まあ、こんな感じで、まあ、告知があって、まあ、スタートしました。はい、20秒に1秒売れたということでね。まあ、実はですね、まあ、これ数にまあ限りがあって、もう結構ね、争奪戦な感じになってですね、まあ、申し込めない人もちょっと出たぐらいなんですよね。はい、まあ、こういうふうな状況がちょっと続いてるんで、自分もですね、まあ、これずっと、いけるかどうかっていうのはちょっとわかんない感じなんですけど、まあ、一応ですね、まあ、この文具のサブスクプレミアム、まあ、お値段がね、まあ、上がりまして、しかも3ヶ月連続縛りっていうのは、まあ、そういうのがあったりもして、まあ、値段がこんな感じになってます。はい。というようなね、まあ、感じでですね、まあ、ちょっと料金の方をこういうふうにまとめてみるんですけど、まあ、実はまあこんな感じになるんですよね。じゃあちょっとこれですね、スクショタイムいきましょうか、5秒間。はい、いきますよ。よーい、スタート。はい、ということでね、まあ結構ね、まあスタートしてからいろいろ増えたりとかもして、まあ今現状をまあ大体まとめてみると、まあこんな感じになってます。まあ、最近はまあ文具のサブスクの体験版みたいなもまあベースの方で販売とかもされたのが、まあ左側に書いてます。で、文具のサブスクプレミアム、まあ今回のやつがまあこんな感じなんですよね。これ1回がですね、まあ16,500円、はい、まあこれが3ヶ月縛りというふうな、まあそういうような条件付きの、まあ毎月という感じでね、はい、まあ文具のサブスクがまあ3,500円に対して、まあ結構上がる感じになります。で、まあ送料もこれ込みに対してまあ別になったりとか、あとは販売サイトに関しても独自のがまあベースになったりとか、まあ、ちょっと違ってます。だ、最近ちょっとベースをどうしようかなとかなってきたりもしてるんで、まあ、カッコして、まあ、ここのところに書いてます。まあ、基本はでも独自サイトっていうのがまあ現状かなという感じですね。はい。で、まあ、文具のサブスク、まあ、縛り1回に対して、まあ、縛り3回というふうな感じになってます。で、まあ、初回が、まあ、こんな感じで、まあ、開始してったよというふうな、まあ、こんな感じになってます。これさっきの箱の違いとかに関してですね。はい。で、まぁ、ちょっとね、この辺のところのこの3ヶ月縛りっていうのがちょっとややこしかったりもするんで、まぁ、ちょっとね、これをさらに分かりやすくしたやつがこちらになります。じゃーん。じゃあ、こちらもですね、5秒間いきましょうか。はい、いきますよ。よーい、スタート。
はい、ということでね、こんな感じですね、まあ、1回目が、まあ、このね、2023年の4月、まあ、春ですね、まあ、ここのところに、まあ、募集、もうこれ一瞬で、まあ、売り切れちゃったんですけど、はい、まあ、その後ですね、まあ、1回、2回、3回、この3回が、まあ、セットになるんですよね。で、まあ、1、2、3、1、2、3、1、2、3、みたいな感じです。で、まあ、次回の時がこの7月の時で、まあ、自分これ、申し込むことができました。で、まあ、その次の時ですね、まあ、これが、10月の1日にある感じなんですよね。はい。で、まあ、こんな感じで、まあ、3回、3回、3回縛りで、まあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9となっていくんですけど、まあ、今回ですね、まあ、自分がお届けするのがこの3回目のやつですね。はい。まあ、これは今回皆さんに紹介の方していきたいなと思います。はい。ということでね、まあ、この4回目のやつですね。はい。まあ、これもすでに届いてて、情報解禁にはなってる感じなんですけど、まあ、今回はこの3回目だよというふうに、まあ、思っていただけるといいなと思います。はい。ということでね、まあ、文具のね、まあ、サブスク、まあ、入られると、ぜひですね、このね、オープンチャット、LINE の方とかで、まあ、みんなワイワイしてる感じなんでね、まあ、こちらの方も入っていただけると、はい、より楽しめると思いますし、このプレミアムのね、はい、ちょっと告知みたいなも、そういうとかもあったりとかもするんで、まあ、スムーズに、買うことができるんじゃないかなって、まあ、思ったりはします。はい。ということでね、まあ、ちょっと前置きだけでね、もう10分経っちゃった感じなんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、ややこしかったりすると思うんで、はい、まあ、その辺、まあ、皆さんご理解いただけると嬉しいなと思います。はい。ということでね、じゃあ、いよいよですね、まあ、このね、中身の方、今回のやつオープンしていきたいなと思います。今回の中身、こんな感じになってました。じゃーん、じゃーんと。はい、まあ、中身ですね、まあ、今回ね、こんな感じでした。はい。文具のね、サブスクプレミアム。はい。まあ、こんな感じでね、ここのところですね、プレミアム、こんな感じでついてる感じで、ちょっとね、このね、はい、デザインも、まあ、いつものね、まあ、サブスクとはちょっと違うような感じになってます。じゃあですね、まあ、ちょっとね、ここのところを、ちょっと曲がったんで、こうしてですね。はい、じゃあ5秒間スクショタイムいきましょうか。はい、いきますよ。よーい、スタート！はい。ということでね、まあ、今回もですね、まあ、なんかいろいろとね、気になるやつがあったりとかもするんですけど、はい、なんかね、ちょっとね、これ素敵な、ちょっとここ黄色になったような感じのね、これガラスペンありますね。自分黄色大好きなんでね、まあ、ちょっと気になりますね。で、エコバッグもね、なんかこれなんか素敵なやつとか、なんかカップとかね、なんかいろいろあったりしますよね。はい。じゃあちょっとですね、まあ、中身見ていきましょうか。はい。まあ、ちょっとね、これ、あれですね。はい。まあ、放送のやつ、これ取っておきまして。はい。まあ、中身の方ね、一旦全部出してみたいなと思います。よいしょっと。ちょっとね、冒頭にも言ったんですけど、まあ、今回がですね、まあ、さっき見ていただいたように、どれかな、これかな、はい、まあ、ここのところのね、まあ、区切りのところになって、まあ、次回からまた違う感じになるんで、まあ、この3回いかがでしたかみたいな、まあ、そんな感じのメッセージがね、まあ、実は入ってたんですよね。ごめんなさいね、まあ、それちょっと心がね、温まるような、まあ、メッセージ書いてあったんですけど、ごめんなさい、ちょっと名前が書いてあったんでね、まあ、ちょっとその辺省きました。はい。ということでですね、じゃあまずどれから見ていこうかなということなんだけど、これすごいですね。まあ、ちょっとこれ目がバーっといったんで、おお、ここのところこれエンボスでさらにこれ箔が入って、しかもこれ質感めちゃくちゃちょっといいような感じ。お、しかもここのところですね、これ小口のところめちゃくちゃこんな感じすげえ、これすごい、プレミア感めちゃくちゃありますね。値段もプレミアムな感じのね。はい。お、これかっこいいですね。これなんかね、あれですね、本棚とか、あとはスッとこれカバンの中から出てきたら、おーってね、なるような。これしかも触った感じ、かなりこのエンボス効いてて、あ、いい感じのね、こんな感じのノート入ってました。はい、まあ、これが入ってて、これちょっと見てみましょうか。はい、ここのところかな。ちょっとね、人それぞれこれデザインがね、違ってる感じかもしれないですね。まあ、自分届いたやつはなんかこんな感じでしたね。はい、まあ、イタリアのこれ老舗メーカーのねやつなんですけど、いやこれすごいですね。なんかすごいプレミア感がねあるやつ入ってていいなと思いました。なんかちょっと、まあ、でも開けてみましょうか。これ、はい、ここのところをちょっとせっかくなんでね、もうちょっと開けてみますね。これ、はい、うお、すごいな、これすごいですよ、これ。はい、まあ、こんな感じになってます。ここな、中はどんな感じなのかな、ちょっとクリームっぽいような紙なのかな。あ、こんな感じですね。あ、これ、紙もめちゃくちゃこれいい感じですね、これ。
はい、でここのところですね、これなんかページナンバーがこういうふうになんか振ってある感じになります。いやーでもこれすごいな。ここの分厚さもあるんでね、まあ、ここのところのこの箔みたいなのも非常にあの目立つ感じになってて、いやーこれはかなりプレミアなね、これ日常過ごせそうなね、はい、素敵なやつがこれ入ってました。わ、ここのところまでこれ箔入ってるのかなこれすごいですね。はい、まあこんな感じのやつが入ってました。いいですね。はい、ということでね、じゃあ次ですね、まあこれいきましょうか。これはい、定規ですね、アルミのやつなんですけどね、まあ、15センチのやつなんですけど、こんなやつが入ってました。はい、まあ、非常にあの可愛らしい色が自分入ってたんですけど、まあ、人によってはこれ色が違うかもしれないですね。はい、まあ、こんな感じのアルミルーラーがまあ入ってました。はい、じゃあ次ですね、まあ、これいきましょうか。これはい、コンパスっていうやつなんですかね、これ。はい、ちょっと見てみますね。ちょっとここのところがなんか謎にあれですけど、よいしょっと。あ、ここのところがこれコンパスにこれなってる感じですね。はい、なんか初めコンパスってあれなんでかなと思ってたんですけどね、まあ、ここのところがなんかこのギザギザな感じになったコンパスでした。これ人によってはなんかいろいろ模様違うかもですね。なんかこのはい、ビジュアルだとなんかハバネロみたいなやつですね。はい、6種類から2つありましたね。あ、これもそうか。はい、もう一個これ何が自分入ってたのかな、これハートが入ってましたね。まあちょっとこれ見てみますね。はい、まあこの2つが入ってました。いいですね。まあこれカバンとかですね、まあどっかにこういうふうな感じでまあぶら下げておくと、まあ非常にあの綺麗なやつかなと思ったりもします。はい、じゃあ次ですね、これいきましょうか。これはい、カインドバッグって読むのかな。はい、まあロンドンって書いてますね。はい、メイドフロム6リサイクルドプラスチックボトル。あ、6つのですね、これあのリサイ6つのあのペットボトル、プラスチックのボトルですね。まあそれからまあリサイクル 100% リサイクルされたっていうやつになります。あ、亀だ、これ亀書いてあるやん、これ亀書いてありますね、これ。はい、ちょっとこれもいろいろ柄があるのかな、これ。あ、柄がこれバナそんなバナそんなバまあいいや。はい。まあ、これバナナなんですけどね。まあ、自分はまさかのこれ、亀の子渡しにこれ、亀が来ましたね、これ。いやー、なんだろう、偶然でしょ、これ。はい。まあ、こんな感じでした。ちょっとこれ中見てみましょうか、これ。はい。これどうするのかな？あ、こうするのかな、これ。あ、これいいですね。はい。これいいや、これショッピングする時のショッピングバッグにいいですね。しかもコンパクトに畳める、しかも亀仕様という風なね。はい、これ非常に素敵なやつ来たんじゃないかなと思います。はい、緑のやつですね。はい、じゃあ次ですね、これいきましょうか。このカップ、はい、まあ、イギリスで使い捨てコップをなくそうという、まあ、運動からスタートしたやつですね。はい、まあ、それがこちらなんですけど、これは同じような柄のやつがこれ来ましたね。これ結構なんかね、質感が面白い感じになってるんですけど、これ見た目もなんかね、なんかこんな感じでなんか素敵な感じのやつになってます。いやー、これなんか素敵ですよね。なんかこのもうこのままなんかプレゼントでもなんかいけそうな感じの、はい、非常になんか綺麗なパッケージ、しっかりしたやつに入ってます。はい、ここを開けてみると、まあ、こんな感じですね。まあ、暑い時に、まあ、これ、こういうふうに持てるような感じのやつになってて。はい、まあ、中は、まあ、こんな感じになってます。あ、ここ中になんか入ってるな、これ。はい、まあ、こんな感じの、なんかメッセージがこんな感じで入ってました。はい。まあ、気になる方はちょっとスクショとかね、まあ、撮っていただいたりとか、これなんか柄もいろいろあるのかもしれないですね。はい、まあ、こんな感じのやつが、まあ、自分は一応入ってました。で、まあ、今回のこれの、カップの本体は、バンブーファイバー、竹、
はい、竹使われているのがトウモロコシとか、あとはコーンスターチとか、あとはアミノ酸由来の樹脂などからできてますということで、はい、まあ、最近結構ですね、なんかいろいろ混ぜられた感じのこの樹脂みたいなのを、まあ、使うエコな感じのね、素材っていうのが割とあるんですけど、これもなんかそういう風な感じでできたっぽいですね。なんかちょっと質感がちょっとね、面白い感じになってます。なんかこういう風にね、なんかちょっと樹脂なんですけど、なんか練り込んであるみたいな感じのやつ。結構100均とかでもそういう風な商品とか、まあ、出てきてたりもしますしね。まあ、結構まあ樹もその辺ピックアップして紹介とかもしてるんですけど、まあ、これもその類かな。はい、あのこれかなり柄とかもね、まあ、綺麗だったりもして、これかなり素敵なアイテムですよね。はい、というのはね、まあ、こんな感じで、まあ、気になる方はこれなんかインスタグラムとかこれされてたりもするようなんで、まあ、ぜひ気になった方はまあ見てみましょう。はい、ということで、まあ、次ですね。はい、まあ、その次あたりがこの辺のガラスペンとかインク関連なんですけど、このインク行ってみましょうか。はい、パーカーのやつですね。はい、まあ、これちょっとね見てみますね。ちょっとこのオープナー使いたいなと思います。これ工房節さんのね、まあ、オープナーというやつなんですけど、まあ、これ開けるときにまさに、はい、こういう感じでね、こういう感じで開けるときにいい感じのやつですね。まあ、定規とかね、まあ、使ってもいいんですけど、まあ、こういうのでオープンできるよという感じになってます。で、中身こんな感じですね。あ、これかっこいいですね。もうパーカーのね、これペン持ってたらこれバッチリ万年筆合うんじゃないかなというような、まあこんな感じです。まあ、色に関しては自分これ結構オーソドックスな、まあ、ブラックがこれ入ってたのかな。はい、まあ、こんな感じの、ブラックのやつがまあ入ってた感じになります。まあ、人によってはちょっと違うような色かもですね。なんかブルーっぽいようなこの色がまあビジュアルにまあ入ってる方もまあいるんじゃないかなと思ったりもします。あ、これ書いてますね。ブラック、ブルー、ブラック、グリーンの中から一種なんで、まあ、自分はこのブラックが届いた感じになります。まあ、でも非常にこんな感じでまあ綺麗な色ですし、まあ、かなりこれ実用的にまあ使えるやつなんじゃないかなと思います。はい、ということでね、じゃあ次ですね、まあ、これいってみましょうか。はい、まあ、これが今回ラストになるのかな。はい、まあ、こんな感じの、はい、箱に入ってた。あ、これ黄色、あ、黄色入ってるね。はい、ということでね、じゃあオープンの方したいなと思います。はい、中身こんな感じでした。じゃーん。はい、ということでね、まあ、ここのところになんかちょっとこれ説明書きみたいなのが書いてますね、これ。はい、まあ、ここのところになんか使用方法とかなんかいろいろ書いてある感じなんですけど、中に入ってるのがちょっとこれ包まれてて中にこれ入ってますね。おお、こんな感じで上のところがこれね、黄色にこれ透けたような感じの、はい、1,2,3,4,5 六角形なこんな感じのやつが入ってました。あ、でもここのところですね、ここのところはこれガラスじゃない、これガラスじゃないわ。ここのところガラスじゃなくて、先端のところでこれガラスペンになったやつなのかな。ここのところなんか溝があるんで、うん、ガラスのユニットをこういうふうにパコってはめたやつですね。これ多分これアクリルですね。はい、というような感じで、ちょっとハイブリッドな感じのガラスペンがね、これ入ってましたね。ちょっとこれ意外でしたね。全部ガラスかなって思ってたんですよね。はい、まあ、ちょっとこれ説明見てみましょうか、これ。はい、まあ、一番慣れ親しんだ鉛筆のような、まあ、そうですね、六角形とかになったやつですね。ガラスペンが欲しいという気持ちから、妄想3年、構想1年。はい、という感じですね。老舗の、まあ、アクリルカロエ会社。はい、桑原さんのご協力を、そうやってのお届けって書いてあるんですけど、あ、これアクリルか、やっぱり。はい、というような感じになってますね。ここのところがそんな感じです。あ、ここのところなんかコラボレーションみたいな感じでこれなってますね。松ぼっくり×桑原みたいな感じで書いてあって、あ、なるほど、なんか作家さんのこれコラボっぽいやつですね。ちょっと待ってくださいね、これちょっとこのあたりかな、これですね。はい、ちょっと出しますね。じゃん、これまあ、野原工芸さんのね、はい、まあ、ペンなんですけど、まあ、普通上の野原工芸さんのペン、まあ、これ例えば左で、これ右側がこれ作家さん同士のコラボのやつなんですけど、はい、まあ、通常のやつに対して、まあ、ここの金具のところをね、これ他のね、工房さん、作家さんがされてるというふうな、まあ、こんな作家同士のコラボ例だったりするんですけど、これもそんな感じですね。
なんかハイブリッドな感じの、はい、あの上の部分はあの桑原さんかな。で、まあ、前の部分がまあ松ぼっくりさんですね、これ。はい、松ぼっくりさん、結構あのガラスペンでもまああの老舗のところでまあ有名なとこかなと思うんですけど、まあ、そことのこのコラボレーションモデルというのは、おお、ちょっとこれすごいおしゃれ、自分大好きな黄色だったりもするんでね、まあ、ちょっと面白いやつがこれ来ましたね。はい、ということでね、まあ、せっかくなんでね、まあ、これインクも今回届いてるんで、まあ、ちょっとね、ガラスペン、これちょっと試してみましょうか。はい、じゃあちょっとですね、まあ、紙を、はい、まあ、ちょっと紙をここ出してみまして、じゃあちょっとね、書いてみましょうか。ちょっと待ってください、これ先端が、よいしょと、はい、まあ、取れました。はい、まあ、ちょっと先見てみましょうか。こんな感じで若干ひねりがこういう風に入った感じで、まあ、溝が入ってるタイプのやつになります。で、ここのところこういう風に、はい、まあ、差し込んであるような感じのやつですね。はい、まあ、こういう風な感じで持ってみるんですけど、ちょっとね、あれですね、ガラスペンっぽくないような感じで、ちょっと面白い、はい、すごいユニークな感じの、このなんか持ち心地があって、これ面白いですね。手に伝わってる、くる感触っていうのも、ちょっとアクリルな感じが、ガラスペンよりもちょっと軽いような、感じがしますね。はい、個人的にこれ結構、重心、低重心になるのかな、割と、このあたりですね、重心。どうかな、低重心な感じですね。はい、なんか持った感じ結構個人的にはいいじゃんってちょっと思った感じですね。はい、じゃあこのね、せっかくなんでこのパーカーのこのブラックちょっと試してみましょう。よいしょと、はい、じゃあちょっとごめんなさい、はい、まあ、こんな感じで書いてみて、そうです、スーッと書いてみるんですけど、ああ、これ結構これ書きやすいですね。はい、まあ、個人的にはかなりこれ、まあ、これガラスペンと言っていいのかな、なんかちょっとハイブリッドペンみたいな感じなんですけどね、かなりこれ、あ、書き味、個人的にこれ結構好きですね。ちょっとかなり面白いこれガラスペンが来てね、個人的にこれかなり嬉しかったなと思います。しかも黄色でですね。はい、はい、もうすごいね、いい感じでこれ書けるかなと思いました。ちょっと細めな感じですけどね、まあいい感じのやつが来て嬉しかったです。はい、ということですね、まあ、今回ですね、まあ、こんな感じだったんですけど、いかがだったでしょうか。皆さん気になったやつとかありますかね。はい、まあ、個人的にはですね、このエコバッグですね、亀のやつ来たのがちょっとびっくりだったりした感じだと、あとこのね、アクリルガラスペンっていうの、これちょっと面白いやつがね来て、個人的には良かったかなと思いました。はい、まあ、ここにもね、なかなかね、いい感じのセレクトだったなと思うんで、まあ、次のやつもね、すごい個人的に楽しみかなと思いました。はい、とですね、まあ、今回の動画はまあこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かったら、参考になったよって方は、ぜひグッドボタンで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。